さあ野町くん、今日もやってまいりました。やってまいりましたね、うん、どこにやってまいったんですか。ここはね、ここはいいボケかましますよ今。ここは沖縄。沖縄、うん、沖縄の人はちょっと寒いんじゃないの。はいさい、寒くないさ。あ、そういうこと。そうさ。なるほど。なんくるないさ。じゃあ耳がだっけ。耳がさ。なるほど。あんた沖縄人じゃないし、山形人でしょ。沖縄ってよく言われるさ。顔がでしょ。そうさ。わかったさ。そうさそうさ。じゃあ今日も参りましょうか。はい。はい、ロガン・ラガーズの原宿メモリアル。イン沖縄さ。よ。さあさあさあ。今日で46回目ということで。よろしくさ。あ、よろしくの46ということ、ね、よろ。よろってことですね。養老の滝。養老の滝ですね。何でもありなんですね。はい、よろ、こべよ。あ、なるほど。よろ、はい。はい。もういいんですか。よろ。夜にロシアのロじゃないですか。よろしく、ね、死ぬに苦しむよね。よろしく、キッ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 、はい、はい、ということでまとまりがなくなってきました、ね、申し訳ございませんでした、はい、さあ今日も、はい、この大人気のコーナー最近なんかやたらこう煽りますよね、はい、無駄に煽りますよね。そうですか。そんなことないです。あの小ネタの時とかも結構困るんですから。あ、失礼いたしました。無駄に煽らないでくださいね。ほどほどにね、煽らなくていい。さあ今日も、はい、野賀地区の理想を語ってくれるこのコーナー参りましょう。はい、野賀門太のお悩み相談さあ。イエイ。さあ沖縄さあ、いつの間にかコーナー名が変わってしまったんですね。改めまして、はい、野賀地のスイートフロートさあ。おー、なんか今日はもうさあつながりですね。福原愛ちゃんみたいですね。さあね、さあ、さあ、ちょっとあのイントネーションが違いますね。そうです、はい、はい、で今日は、はい、どんな理想を語ってくれるのさそれはさ、うん、9月のね、はい、もう先月になるはずなんですけど、これが流れる時には、はいはいはい、9月の半ば次にシルバーウィークってあったじゃないですか。ありましたね、まあ、何をもってシルバーウィークなのかね、うん、まあ、なんか敬老の人かけてなのか、それともゴールデンウィークの後釜だからなのか、まあ、両方でしょうね、うん、まあ、うまいこと言ったなとは思うんですけども。非常にうまいこと言いましたね、はい、でも来年からはないでしょ。今年だけでしょ、あれたまたまなんですよね。たまたまです、うん、毎年あったらね、それはそれで面白いと思うんですけど、ね、毎年あればいいのに。いや、僕休みはいらないんです。そんな。あ、そうですか、うん、私は休みが欲しいです。いやいや、これ、ね、はい、どうせ休みだろうが何だろうが塾が入るときは入るんで。なるほど。ライブが入るときも入るんで。なるほど。人が休んでるときは働かなきゃダメなんで。なんかちょっとチンピラ風ですけど、はい、はい、そんなわけで、はい、シルバーウィークにね、はい、でも今年は別に予定がなくて、はい、実家に帰ったんですよ、はい、まあ、というのもこう実家の方で地元の友達とスタジオでちょっとこうユニットまがいのこうマニアユニットをやってまして。ユニットバス？ユニット。ユニット？僕がギターとボーカルで、彼がギターで、はいはいはい、まあアンティブポップっていうねユニットを組んでるんですよ。何ポップ？アンティブポップ。アンティブ？ポップ。ポップ。はい。要はアンチなんですけどね、アンチポップ。おお、なるほど。アンティブになんか他の意味があって、はい、まあ、ユニット名の由来はどうでもいいんですよ。で、まあ、それをやるために実家に帰ったんですけど、はい、その実家でですね、そのアンチョビポップのために。いやいや、アンチョビってピザじゃないんだから本当にね、はい、まあ、一応素直に突っ込んでおきましたけども、はいはい、で、まあ、実家に帰ればですね、はい、当然両親がいるわけですよ。ああ、はいはいはい、僕仲良しのお母さんと仲が悪いお父さんがいるわけですよ、はい。あ、そうなの。一応そういうことになってるんですけど、あらら、はい、で、うん、あそこでね、僕はね、うん、父親のことは、はい、親父って呼ぶんです。親父、うん、母親のことは、うん、結構まちまちなんですけど、うん、名前にさん付けしたり。名前にさん付け、うん、母親に、はい、
へえ、面白い。というのも本当はこれクレヨンしんちゃんからの流れで、はい、クレヨンしんちゃんってこう呼び捨てするじゃないですか。クレヨンしんちゃん、ミサエって。はい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 。その名残で。その名残で名前呼んでたら母親がカンカンになって怒って、うん、なんでさん付けしたんですけどね。高校ぐらい、中学か高校の時に。はいはいはい。まあ、それがきっかけで名前にさん付けとか、もしくはこうなんか。たまにボソッとお母さんって言ったりね。お母さん、はい。まあ、おふくろっていうことは全然ないんですけど、あ、はい、なんでおふくろなのかよく分かんないんで。おふくろ、うん、なんでふくろって分かんないじゃないですか。分かんないね、うん、池袋もなんでふくろって分かんないもんね。地名だからいいんですよ。あ、地名はいいの、うん、母親は地名じゃないんで。そう、小袋はなんで袋なんだろうね。小袋、小袋は小ぶち袋だ、小袋。あ、そうなの、はい、すごいじゃん。いやいや、そうじゃなくて言いたいことは、なんか由来があるんだよね、何でもね、うん、まあ、言いたいことは、はい、ね、理想の両親の呼び方、うん、長い前振りだな、うん、6分間かけて前振りしましたけどね。もう残り時間も半分過ぎちゃったんですけど、まあ、いいんですよ、理想の両親の呼び方、はいはい、っていうのもね、こう例えばちっちゃい頃はお父さんとかお母さんとか、うん、父ちゃん母ちゃんとかいろいろあると思うんです。父ちゃん母ちゃん、うん、はい。でもほら、ある時ある年代をきっかけに親父に変わりますよね。おふくろっていう人もいますし。よし言わないですよ。よしさんなんて言ってます。うちのお父さんお母さんじゃないかな。でも直接親に、なんだろう、お父さんとかお母さんって呼びかけることがあんまないかな。だからその呼びかける時なんです。でも例えば妹とか、はい、兄弟と話すときはお父さんお母さんって言ってるからね。なんかね、なんかね、うん、僕的には、うん、それがちょっと恥ずかしいんです。お父さんお母さんが、うん、なんかこうくすぐったい気持ちになってしまう。まあ分からなくはないね、うん、でも親父とかおふくろって言い方は嫌い。ほう、俺はね、ほう、うん、なんかちょっと嫌だな。だって親父はまだ親の父だから分かるじゃないですか。まあね、うん、だから親の母でおふくろとは呼ばないわけですよね。そうだね、うん、親ばあとか言わないじゃないですか。言わないね、うん、だからどういうふうに呼べばいいものかっていうことを考えてるんです。だから別にお父さんお母さんでいいなと思ったんだけど、それじゃダメなのね。恥ずかしいの。恥ずかしいんだ。で、まあ、あるね、お友達というか。夫は、夫ってなんか時代が違うし、こんなに貧しくもなかったし、パパママなんかそれも洋風すぎるし、洋風すぎたな。あるこうね、知り合いはダディ、そっちの方が恥ずかしいような気がする。でもそれはなんかもう帰国子女なんで、その人は。じゃあパパさんママさんはなんでさん付けする必要があるんですか。さっきなんかさん付けが好き、名前にさん付けですか。でもほらお父さんお母さんのさん付けだからさ、言ってみれば。あ、お父お母にね、さん付け。パパさんママさん、パパさんママさん、ちょっと違う、違うんだ、だからもう。じゃあパピーは、パピーってなんか、なんかパピーマミーなんかアニメの世界って感じ。あ、そう、難しいね。なんて、なんて呼べばいいのかを散々考えてあげく、はい、全然答えは出ません。答えが出ない。どうしたらいいものかっていうのが、うん、悩みです。どうやって呼んだらいいかというよりも、もうだって全くなんか分かんない言葉にするわけにいかないでしょ。うん、ふにひひとかさダメなわけでしょ。そういうのはね、オンデラパッペーとかね、ダメでしょ。ってことはみんなが使ってる中から選んでも使うしかないってことです。そう、うん、だからね、なんか一番お父さんお母さんがなんかいいような気がする、ね、だとは思うんですけど、恥ずかしい、うん、恥ずかしいな。喋るときだけはなんか目のところをモザイクかければいいんじゃない。いや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 、手のひらで隠すみたいな。やっぱね、そうもいかないから、結局ね、うん、もう9分30秒に間もなくなるんですけども、はいはいはい、何の答えも出ないまま録音しといて流せばいいんじゃない。いいですわ。そんなわけで、はい、今日の理想はですね、はい、理想の両親の呼び方でございました。はい、ローガン・ラガンズの原宿メモリアル。